1>, 1月19日水曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田工事の ok 工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送です えー冒頭まず先ほどねふやさんの番組のエンディングでもお知らせしておりましたが電車に関する情報が入っております、はいえー、京成本線は京成中山そして東中山駅間での沿線火災の影響で市川まま駅から東中山駅の間で現在運転を見合わせています京成電鉄によりますと運転再開の見込み立っていないということですご利用の方はご注意くださいまあ、このあたり古くからのね住宅街の中を列車が走るというようなところでちょっとね 路地なんか狭いところもありますんでうーん沿線火災ということで電車止めるということになると、まあ、その面しているところだとかね、うんえー、火災ということになるとね、えー、沈下して安全確認取れるまでは少し時間がかかるかもしれません、まあ、あの並行して走る総武線等々ありますんで、まあ、そこへの振り替えという形になるとは思いますけれどもご利用の方ご注意くださいちょっとね混んじゃったりだとかうんいうこともあるかもしれないなと。 まああのー、まだ1月19日、ん試験の、ねえー、学校の入学テストまではちょっとまだ間があるかなというところではありますけど、うんはい、逆に現役の,の人たちがあの期末のテストとかは、ね、このタイミングで大学生なんかは最終講義だったりとかっていうのがあったりしますので,です、ね、ちょっと今日は早めに出た方がいいかもしれません。ご注意くださいいまままたあの情報入りり次第お伝えしてまいります ええー、そして今日はああ日本放送屋上の温度計2.5度まあ空気冷たいよねそうなんですよね今日この後東京都市は予想最高気温8度ということでい <laughs> いや寒い晴れるんですけれどもねちょっとひんやりした寒い日になりそうですので今日も暖かくしてお過ごしください風どうですか風は次第に収まりそうです昨日は風が強くて <laughs> 強かったですよね <laughs> 寒くて風も強くてさ、はい、もう本当自転車なんか乗ってるとひいひいっちゃうな <laughs> <laughs> ねえー、感じはありましたがあったかくしてお過ごしくださいさあ,あーメールをご紹介しますあの山手線の特別列車のアナウンスが昨日から始まったぞとはい ということであのツイッターのタイムラインなんか見るとね、うん、結構乗りましたって人がいらっしゃってあありりががととううごござざいいまますす、えー、鎌倉市の絢子さん、えー、という方からメールをいただきました毎日山手線で通勤している26歳の娘が帰ってくるなり珍しい山手線に乗ったあれなら一周乗れちゃうよねめっちゃいい声でスマホのイヤホンを外して思わず聞いちゃったよ。とといいうううのででありがとうございますどうですどか いい声ですかなんで今作るんですか急に <laughs> <laughs> 取り繕わないでくださいいきなりちょっと <laughs> そうそうそうこれ全く話は脱線するんだけどさ、えー、そう妻がたまにこの番組を聞くと<ー>あんたいい声なのはオープニングのタイトルコールだけよね<だ>け <laughs> って5秒でいい声が終わるっていう風に <laughs> <laughs> 言われるんだけど。五 <laughs> 秒で五 <laughs> 秒,秒でって、<laughs> 身内ってものは厳しいなと。いやさすがですね。ねいやでもこの二十六歳のお嬢さんがそう言ってくださるってありがたいですね。ね嬉しいですね。そういうので、あらそれ朝の日本放送の飯田浩二よと。 よ呼びして「<laughs> えー、そうなの?と」とテンション下がり気味の我が娘なぜ <laughs> なぜ<ん> <laughs> <laughs> かっこい笑いとあまりにもいい声でディズニーのアナウンスの人かと勘違いしたそうですありがとうございます <laughs> その年の歴史とかも詳しく話していて勉強になったようです <laughs>、うん、鉄道宅だけではなく若い子にも受けてますわねと私は歌は聴いてみたいですねと<ー>いただきましたありがとうございますい その内アナウンスでそうツイッターでお侍さんという方が「まさか歌われるとは!」というふうに、えー、書き込んでくださって動画も上げてくださったんですがそうなんですよあの新橋駅というとねえ、えー、まさに汽笛一世新橋をということで、まあ、その辺は少し一節うなったりなんかもして。<ー>あの 日本語のスタジオで撮ったんであんまり違和感なく普通に歌ってたんですけど、はい、やっぱ列車から流れるとあれなんだね、うん、印象変わるんだねそうですね私もそのツイッターの動画見させていただいたんですけれど何かこうアトラクションに乗っているような、うん、本当まさにこう夢の国に来たかのような気持ちになりますよね。マジで,マジでいやそれはさ、はい、本当このの企画をした東の 東京支社の人が聞いたら喜ぶと思う。あと飯田さんのやっぱりその溢れる愛となんか嬉しい気持ちがこうじわ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 じ,わ,じわってなんか伝ってきますよね。<laughs> あれでも抑えようとしたんだよ。そうなんですか。あれでも相当あれで抑えてるんですか <laughs> いやだってもうお前早口だからもうちょっとゆっくり喋れとかさ。気合入りすぎちゃって早口になっちゃいました。ディレクターの横井さんにすごい怒られたもん。そうなんですね。<laughs> いやいやいやあのー。 昨日から走り始めまして2月の1日までということで、えー、当11編成というやつのようでございますんで、うん、あので、ねえー、詳しい人がリアルタイムでここ動いてるぞみたいなものをですね、えー、上げてたりなんかするらしいというのもありますんでありのでもし遭遇したらあの楽しんでやっていただければと、えー、幸いでございます。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん六時半過ぎからご登場、えー、まずは怒りは時に社会を動かすがしかしその副作用も極めて大きいという話ノートに載せている論考についてであります えー、それから7時台取り上げるニュースですがまずは政府まん延防止等重点措置13の都県に適用へというニュース、えー、そして通常国会、今日から3日間。えー 市政保守演説に対する代表質問がー与野党各党から行われます、えー、そして日銀の昨日一と日行われた金融政策決定会合物価見通しを1.1%に引き上げましたが金融緩和は維持しております、えー、それからキーワードトンガ支援について、えー、そしてスクープアップのゾーンでは佐々木さんの最新刊から、えー、現代病集中できないを知力に変えるには、えー、その方法をいち早く伝授していただきます ここが気になるです、えー、京成本線が沿線火災の影響で市川ママと東中山の間で運転を見合わせているということオープニング後、あと先ほどね交通情報のところでもお伝えしましたけれどもまあ,あの試験というよりも学校の定期テストかなという話をしましたら佐倉市松松さん、えー、京成線 沿線在住ですえ今日息子の私立の高校の受験日なんですよとそうですかまだ受験は始まってないとか言ってましたがとんでもない思いっきり影響ありますすぐに息子を起こさないとといただきましたそうですよね私立とかだともうこの時期か大変失礼しました、うん、あのもし仮にこれ電車ずっと止まっててですよであの試験間に合わないというようなことになってもあの学 学校にまず行っていただいてしかるべき救済手段というのがこういうときは必ずあるはずですから諦めずにまず学校行ってであの平常心であの受けると別室であの別のこうタイムスケジュールの中で受けたりだとかあるいは別日をこう指定するだとか、まあ、いろんな方法あると思いますしでその時に必ずあの遅延証明持ってってくださいね改札のところで絶対配ってますから。 ねえー、これあるとあこの電車に乗ろうと思って遅れたんだなっていうのはこれ当然ながら学校側もそういう周りであの電車が止まってるぞとかなんとかとかっていうのがあった場合は把握をしてるはずではありますけど、まあ、証明する手段としてはその遅延証明というのはありますんでこれねいつも乗らない電車なんでどこでもらったらいいか分かんないよとかそういうのあるかもしれないんですけどもしあれだったら周りの人とかあるいは駅員さんにちょっと聞いてあの絶対教えてくれますから。 ねええー、あのそういうことも、まあ、人生の中でいろんなことが起こるという、ねえー、ことでもありますけれどもえあのいろんな救済手段は必ずありますからね諦めずに、ね、頑張って、はいえー、ということでまた、あの形成線の情報などは入り次第お伝えしてまいります。 でここが気になるんですスタジオ長官各地入ってまいりました、まあ、新型コロナについてを一面トップからというところが多いですね13都県まん延防止を取るかあるいは、えー、昨日が、えー、感染、まあ、PCR 陽性者があのー、昨日の、まあ、ある時間までに公に対して報告された数ということでありますが、えー、3万2197人と。 まあ全国でとただ読売新聞はその見出しの脇にですね重症第5波の十分の一とこういうことを書いてあります、まあ、この辺をうどう考えるかっていうのが病床の逼迫ということを考えると 重症者の数というのが大事だ大事になってくるとそういう運用変更をしたというのは去年の11月ぐらいには、えー、政府の分科会も言ってましたしまた岸田総理もそうおっしゃっていたはずなんですけれども何かまた逆戻りしているような感もあります。まあ、後ほどこれについてもね、えー、今日のコメンテーター 佐々木敏奈さんと深めていければと思います、えー、それから気になるニュースなんですけれども今日はちょっとウェブからですあのー、アメリカ CNN などが伝えてますが弾道ミサイル厳選いわゆる戦略厳選と呼ばれるものまあ、アメリカのね、えー まあ海軍の持っている原子力潜水艦の中にはまあ弾道ミサイルをですね発射できる形のものがあってまあそこにえ核弾頭が載せられていてこれがまあ海の中にいるとどこにいるかわからないでえどこにいるかわからないからこれを破壊しようとするのは非常に難しくでかつまああのもし他国がですねアメリカの都市を狙ってえ核ミサイルを撃った場合には即座にそれに対してえ反撃を海の中からえやって。で、えー 都市を破壊するるのであると、まあ、それがあ相互拡張破壊というものにつながってアメリカの抑止力の大きな、えー、ところになっているというふうにされているんですけれども、えー、これあの潜水艦というのは、まあ、日本も、ねえー、通常型の潜水艦いっぱい持ってますけれども基本的に場所が分かってしまうとこれはもうあの動く緩桶になってしまうなんていう、ね、言い方もするんですけれどももう危ないということで。 場所を否得するという忍者のようだというふうに言われることが多いんですが、えー、それがですねあの異例のグアム機構ということで前のこの週末にですね、えー、15日グアムにある海軍基地に入港したと、えー、オハイオ級弾道ミサイル源戦のネバだというものがということなんですねでこれあの原戦グアム気候は2016年以来でさらには気候が発表されたのは今回あの アメリカ海軍が公式にあの写真も出しているんですけれども1980年代以降わずかに度目ということであります2016年というと北朝鮮がガンガンミサイル撃ってですね、えー、朝鮮半島情勢がんってなった時期でもある、えー、気候発表されたのは80年代以来ということでありましてこれ非常に、えー、意味を持つと、えー、この写真の意味というのは当然ながら、えー 太平洋もう東アジアの抑止というものでアメリカは全く引かないぞということをそしてここにいるんだぞということを誰に見せているか中国に見せているわけでありますしそれがこう台湾情勢においてのそのアメリカの空気感と感じている空気感というものをノイスに表しているまあそれに対してですね、えー、じゃあ日本は中国との間の関係性であるとか、えー、今度ようやくう 日米の電話というか、電話でのオンラインでの首脳会談、行われますけれども、まあ、この辺も考えるべきだし、その空気感というものが果たして岸田政権に共有されているのかというあたりを、今国会で議論をしていただきたいなと思うところであります。 ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますさあ、まずは佐々木さんがメディアプラットフォームのノートに発表しておりますえ怒りは時に社会を動かすしかしその副作用も極めて大きいという話 これは興味深いというか手っ取り早くここに行くっていう人が多いだけにそうですよね、うん、まあ確かに、ね、怒りが社会を動かしたケースってあるんだけどでも怒りがないと社会を動かないわけでもないしすべ、うん、ての怒りが社会を動かしたわけでもないっていうことは、ねうんうん、気をつけなきゃいけないから逆に副作用が多すぎるっというのはこの記事でも書いたんですけど、あのー、前も紹介したですね AI 監獄イグルっていう。はい えー、ちょうど先週新潮社から出た翻訳書で中国のウイグルダイアンツがいかに恐ろしいテクノロジーを使ってるかっていうね、うんはい、そういう本なんですけどその中でもねすごい指摘されてるんだけどもともとウイグルダイアンツの発端っていうのは9112001、うんはい、年の同時多発テロ、うん、にあってあれで、まあ、要するにウイグルの,その活動家たちがですね、うん、あれを見習ってアフガニスタンで軍事訓練を受けるようになったと。うんはい、一方で中国の側は アメリカがねほらグアンタナモっていうあのキューバにある収容所で全く何の法的根拠もなくでグアンタナモって国外にあるので、はい、連邦法の制約を受けないからもう好き勝手できると、えー、でも尋問してね拷問してるのを見てあ中国でもこうやってねアメリカみたいに何の根拠もなく連れてきて拷問していいんだってことを覚えてし、ま、学んでしまってうん、うん、ウイグルに弾圧を加えるようになったと、まあ、そういう連鎖が起きてたんだって、ね、話を書いてる。でもその 同時多発するんですけど、うん、あれってねアルカレドの発祥っていうのは80年代のソ連のアフガン侵攻の時にアメリカの CIA が、まあ、要するにソ連が、ね、あまりにも共産権広げちゃう危ないっていうんで、うん、アフガンの,その反ソ連、うん、あの活動家ですよね、はい、に軍事訓練してお金を出したっていうね、うん、そっから始まってるわけでだ,だから考えても今のウイグルダンスのは、ね、80年代の。 ソ連侵攻から始まるです、ね、延々とこう怒りと憎悪の連鎖が、ねえー、続いてそれの結果として今があるっていうねだからなんか登場人物も変わり加害者対被害者の関係も変わってきてるんだけど、えー、延々と怒りだけが、ね、連鎖してるっていうねこういう構図もやっぱあるわけなんですよね。えー、だから、ね、怒りりに頼りすぎるとやっぱその 怒りっって止まらなくなくちもう例えばツイッターなんか見てても分かるんですけど、えー、怒った人がもうなんか怒りが止められなくなって、うん、それがどんどん連鎖してねこう炎上に至るみたいなケースがいっぱいあるわけで、うんだね、それをまあどうやって我々を押しとどめるのか、ね、その怒りをこうコントロールしながら、えー、その社会をちゃんとより良い方向にしていくのかっていうところが、ね、問われてる感じはするんですよね。 どん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 怒りだけは増幅しちゃうんじゃないかなと思うんですよね怒りとそしてまあその発端となる自分の中の正義感みたいなものがどんどん暴走していくというねそうなんですよね、まあ、地獄への道は善意で 敷、うん、き,き詰められてるってよく言われますけど、はい、自分が正しいと思った瞬間に、えー、もうなんかこの怒りの正当性みたいなのがね、うん、もうあの証明されたと勘違いしてしまってどんどん突き進んでしまうと、うん、だ常にねこの怒りって俺は本当に正しいのかっていうことを、ねはい、問い直すっていう作業をねしないとだめなんだけどまあなかなかできないですよね人間はね、うん、だって怒りって気持ちいいんだもん。 あ <laughs> それが解消された時の気持ちよさとか、ね、拳を振り下ろす気持ちよさとか、うん、うん本当それは何というか人間にとってのの永遠のテーマかもしれないです、ね、そうなんですよね、うん、これをコントロールできないからいろんなセンスが起きてるわけですからね。う AI 監獄ウイグルという、ね、新庁舎から出たばかりの本ですが大阪府ハンライスおかわりさんメールいただきました先週末、購入しましたあまりにも衝撃すぎてあっという間に読むというよりも一文一文の重みをかみしめとむしろページを読む手が止まります対中避難決議すらできずあれほど東京オリンピックを批判していた方々が北京オリンピックに対しては知らんぷりしている状況日本人としては情けないしすでにエジプトのようになりつつあるのかと憂いていますと、まあ、本の中でね。 え中国の影響というところでエジプトの話も出て、うん、先週 BBC がね報じてましたけど、うん、イギリスの政界に結構中国が、ね、お金出してるあ<ー>さあそしてここで番組からのお知らせです山手線のアナウンスも担当している飯田先輩と私新郎でお送りしている飯田康二の OK 康二、うん、ーーアップはい どうしました今吹き出していやいやいやだんだんなんかバカにされてるじゃないそんなことないですよ大切なことは何度でもお伝えしなくては今日はちょっとハヤブサ色のセーター着てるなんてこといいですかそんなこと考えてないですよ本当ハヤブサカラーだと思って着たわけじゃないですよこの完全にこれ東北新幹線ハヤブサでいいい語いい語形えーそうなんですかそれだと思ったんだけどそうじゃないのハヤブサを考えたわけではなんかめっちゃになったんですかいや違います違いますでも影響されていたのかもしれない知らない間に深層心理で深層心理で <laughs> さあ,さあいいですか話戻してはいはい <laughs> 来週1月24日月曜日からはこの特別編成が走ります経済外交オミクロン工事ワールドウォッチ <laughs> さあ激動の1月です、えー、来週は国内外ともにどうなってるのか誰にも分かりません、えー、我々はあおうのみならずあお、えー、るだけじゃなくて理性的にニュースをお伝えしてまいります、えー、ゲストには自由民主党高市早苗政調会長、えー、与党の政策キーマンが「 満を持して工事に降臨いたします、えー、そして川崎市健康安全研究所所長で内閣官房参与岡部信彦さんも出演していただきますさらに朝6時40分過ぎの黒木ひとみさんの朝ナビにはサッカー元日本代表の大久保嘉人さんが毎日登場ですそしてご好評にお答えしましてプレゼントは千葉の情熱カレー、えー、皆さんのお宅にカレーが届きます 来週一月二十四日月曜日からの日本放送飯田浩司の OK 工事アップ特別列車有楽町関東線工事号有楽町から出発進行あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです改めましておはようございますよろしくお願いします 佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです政府まん延防止等重点措置13都県に適用へ政府としてはこれら1都12県についてまん延防止等重点措置適用の諮問を行うとの結論に至りましたお聞きいただきましたように岸田総理大臣は昨日総理官邸で質問に答え 新型コロナウイルスの感染が拡大している首都圏の1都3県や東海3県などを合わせて13都県に緊急事態宣言に準じた対策が可能となるまん延防止等重点措置の適用を決定する方針を政府が固めたと語りました今日政府の分科会に諮りまして正式に決定する予定です、えー、適用されるのは東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬 それから新潟、愛知、岐阜、三重香川、長崎、熊本、宮崎という各県であります。 うんまた飲食店ね,ババね自粛か営業時間短縮かまた酒ないのかみたいなね、目覚れてる人も多いと思うんですけど、これね、もうずっとあの感染症の専門医の方とかお医者さんたちのツイッター、まあ Twitter、とかのいろんな発信ずっと横断的に見てるんですけれど、はい、結構ね、今回の、ね、意見分かれてる感じが印象としてあるかなと、一方でね、もちろん今までのように。はい あの重症化、ね、率が低いと言っても感染率がめちゃくちゃ高いのでそうすると結局、重症者が増えてですね,、あのー、ね医療がひ迫するんじゃないかっていう危惧をしている人もいれば一方で、そうは言ってもまあ治療薬も、ねはい、出てきてますしうん、うん、メルク社のなんだっけモラル、えー、モルヌピラビルか <laughs> 読めないあとファイザーのも3月に、ね、そうですね。ねはい でまあ、ワクチン打ってれば、あのー、重症化者かなり防げるっていうんでさほど厳しくやらないである程度は緩めてもいいんじゃないのって言ってる人もいてちょっとね結構ね今回、どう対応していいのかりりかねねてる感じはちょっとありますよその辺、その自宅での療養等々で、うんまあ、特に軽症だったりとかっていう人が回復していけば医療の逼迫とは。 切り離して考えられるんじゃないかうすね実際、ほら東京の場合ね、ね例えば、えー、と病床使用率、はい、ベッドの使用率が20%超えたらってでこれ超えたんでってことなんだけど、まあはい、例えば神奈川で大阪、大阪35%でしたっけ都道府県によってね結構その逼迫の比率がバラバラだったりとか、はい、どのぐらい逼迫っていうのかよく分からないよねとで見てるとね確かに病床の使用率はそんなに上がってないし重症化、 してる人もそそんななななに多くないののは現実うかとうただまあ言ってもねあのー、感染率が半端ないってのがあってだって一時あの実行再生産数が6とかまで、はいっても6って何なんだよってね 1>, 1人で6人感染させるっていうねまあ、すごい感染率であるので、えー、もうちょっと様子見ないと分かんないのかなって感じはしますねお医さんのツイート。 まあね、でそこのところで、ある意味、まあ、今まで水際対策で時間稼ぎをした中で、うん、ワクチンをどう打っていくのかというところだったんです,がんです、ね、このワクチンもね、なんか遅いのは一体どういうことなんだろうかっていう。うで今のところだって ね、お医者さんのツイート見てると、はい、もうこの3月ぐらいまでにねとにかく3回目接種をっていう,うみんな言ってるんだけど、うん、でも3月,3月までってあと2か月しかないじゃないですかでも考えてみると去年のね多分一般の高齢者じゃなくて普通の人だと。はい 九月十月ぐらいに打った人はすごく多いと思うんですよね二回目がで十月に二回目打ってるとすると今だって一応八ヶ月後とか七ヶ月後とかでしょ、えー、そうするとね八ヶ月後な,んなら五月六月ぐらい、うんそ,ね、それまで打てないってなると全然間に合わないじゃんって話すだったらもうちょっと前倒ししてはい。 6ヶ月後ね要するに2回目接種から6ヶ月後とかにした方がいいんじゃないかと思うんだけどその話もまだ出てきてないしうまあいかんせんやっぱ、ね、河野さんがワクチン担当大臣だったときに比べると堀内、はい、さんになってから発信が少なすぎてうんどういう状況でどういう方針なのか全くよくわからないという、ねはい、状況なんですよね。まあ ね、大規模接種会場自衛隊のようやく解説になったのも良かったんですけど、はい、もう少し、ね、情報を出してもらいたいなって感じがしますね堀内、まあね、さんのツイッターをこう見ると、まあ、あ都道府県からのお要望の取りまとめ等が2月の、まあ、10日前後だというような、うんえー、都道府県市町村からのとで実際にそれが発送されるのが2月の末みたいなスケジュールに書いてあってうあ,のあと1か月以上は物も出ないのかみたいな話にはね。 だから結局、オミクロンってでも言いながらね、なんか期間は短そうで、はい、海外でもただ、うん、南アフリカとかもピークアウトしてるという話ですね。で沖縄も、ね、あんだけすごかったんですけど、今、すごいきょで実行再生率も下がってるので、うん、まあピークアウトしつつあるんじゃないかなって話も出てるんですよね、そうすると、東京とか大阪も意外に早く、カーンと1万人ぐらい増えるかもしれないんですけど、一方でピークアウトも早いかもしれない。そ、はい、そうするとその早いピークアウト する時のピークに合わせてね、うん、その三回目接種をガンとやった方がいいんじゃないかなって個人的には思うんだけどそこのスピードと、ね、どういう風にやってるのかよく分かんないなって感じですよねおはようニュースネットワークえではこの時間取り上げるニュースはこちらです通常国会今日から三日間代表質問おととい通常国会で岸田総理大臣が施政方針演説を行ったのに続いて 今日から3日間、衆参両院の各党代表質問が行われます。野党側は政府のコロナ対策は不十分だとして追求するとともに、改善策を積極的に提案する方針です。えー、まああの姿勢方針演説ね、さまざまなこと言ってましたけど、新型コロナはあもう最優先課題だというふうに言っていました。うんまあ一番気になるのはね、立憲民主党うん、うん、泉健太代表に代わって、はい、いわゆる批判ばかり。 っていう野党から政策提案型に転換するっていうことをおっしゃったんでそれがねどういう形で今回の国会に現れるのかっていうのが、ね、先日ねあの立憲民主の、えー、川内宏さん<ー>落ちちゃった衆、はい、議院で残念ながら、ねうん、女性自身ってメディアでインタビュー答えてて、はい、批判こそ必要だと提案型野党への転換は危惧してるみたいなことを、ね、書かれててでその中にね 何ら、まあ、かのこう立論なんかこう、ねえー、政策提案に対してそれに反論があってそれを議論して、うん、消化させて消化ねアフヘーベンですね、はい、で結論に持っていくとそういうまっとうな批判が民主主義を前進させるために必要だとおっしゃって、うん、これねまさしくその通りなんですよね、うん、批判っていうのは別に否定するためにあるわけじゃなくて、はい、良い結論を招くために議論しなきゃいけない議論するためには何ら、えー、かのこう対立が必要であるっていうのはその通りなんだけど、うん、まあ でもねそういう批判をちゃんと立憲民主がしてきたかっていうと、まあ、かなり疑問で、はい、結構、うん、なんだろう重箱の隅を突くような、ね、批判を延々としてたりとかしてるところが、まあ、批判逆に言うとねその立憲民主の問題だとずっと言われてきたわけで結局ね、ねそういうそのあんまりロジックのない、ね、理念のない批判のために批判をしてると、うん、受けて立つ側も。 守りに入っちゃうわけですよ本来国会の議論っていうのはねその、はい、ある程度タブーに踏み込んでもうんどうやったらいい結論が出るかっていうためにガンガンこう議論しまくって、はい、その結論を尊重するっていうねでそのなんだろうタブーなき議論をやるからこそ、えー、少数派の意見とかも尊重されるっていう考えなわけじゃないですか。ところがそこでね重箱の隅をつくような、ねはい、批判のために批判をしてるとい結局もう。 ひたすら守って守って、もうなんだろう,こう、ね、防御のための答弁とかになってしまうわけですよね。はい、委員ご指摘のお事柄に関しましては、慎重に検討の上えー、政策にも反映させていきたいと思っております、みたいなこと霞が関文学ですよね,、えー、<laughs> ね、役人の答弁になっちゃうわけで、うん、でも政治家が、ね、霞が関答弁みたいなことやってもらっては、はい、やっぱり困るわけで、うんうん、<laughs> 国民の,声あの、ね、耳に届くような、分かりやすい議論をしてほしいわけですよね。うんうんうん でそのためにはやっぱり議論っていうのはなんかそういう重箱の隅をつくんじゃなくてもっといい議論をしてほしいなと思うんですだからそこに、ね、持ってきるかどうかだと思うんですよね今回の、ね、国会の、えー、持った必要なテーマっていうのは、ね、うだからこれね、ね国会の議論の中でやっぱこうなんというか大臣の無臭性みたいなものをこうついていくあの時きあたのにこうだったじゃないかみたいなことばっかりになっちゃうっていうと。 これ <laughs> まあ当然だから守りに入るようなっていうまあるしうコロナなんか典型で、はい、結局だからこれって感染抑制するのかそれとも経済回すのかっていう二極対立があるわけですよね、はい、でどっち側に触れちゃってもいけないわけですよ全振りは感染抑制完全にこっちに行くってやると、はい、まあ経済動かなくなるよねとまあ中国みたいなロックダウンでもう完全に人動かなくて経済も動かないと、はい、まあそれでもいいんですねっていうんだったらあれですけど。 この資本主義民主主義国家でそれをやったらおしまいよって話かといって逆にもう完全経済回すんだってイギリス的なやり方してうもう感染者がねぼ膨大な数に上るってこれもじゃあ日本社会でし許容するのかってしないわけでしょそうするとその真ん中辺でどこのバランスを取るかってのが重要なんだけど結局でも批判する側から見れば、はい、感染抑制に走れば経済が回らないって騒ぎ、うん、経済回す方に行けば感染が増えるって騒ぐっていくつ 批判でできちゃうゃうわけじないですかオールマイティーですよね批判する側ね。で,そ,でねそれをやってきたのが、はい、まあこの2年間のメディアと野党だったってことを考える。うん、でほら岸田さんがね岸田政権になって、はい、ものすごいこう厳しい感染抑制の方に走ってますよね,すね菅政権よりもかなり強い方に回ってる、うん、これねどう見てもね世論をよく見ていて、はい、結局ね感染抑制する方が批判されるのか経済回すのが批判されるのかというと。 感染が増えると数が出るじゃないですか、今日の感染者数何人とかね、分かりやすいんですよ、批判するときに、そうするとね、感染を抑制した方がメディアとか野党から批判されにくいっていうのは明らかに数字として分かるので、そっちに振った方が、多分支持率高まるだろうと、実際それで支持率今、高いですよね、大した何もしてないのにっていう現状ね。 っていうことを考えると、やっぱそういういね全振りでねなんかどっちにいって,ても批判できるってやり方してると、はい、いい決着結論には回らないっていうねうん至らないってことが分かってしまってるだからやっぱねその全振りしないでどの辺でバランス取るんですかってことを落としどころ両方総合で考えながら議論しなきゃいけないっていうのは、はい、まさにね今回のコロナでねよく分かったんじゃないかなとで果たしてそれに立憲民主とかメディアが気づいたのかどうか。 まあかつてその政権を取った時にその難しさであるとか、まあ、なんというかこう痩せ我慢の矜持みたいなものっていうのは,感じたはとあの瞬間分かってたはずなんだけど、うん、今の立憲民主の人に聞くと「うん、いや民主党と今の立憲民主は違いますから」っていうね、うん。<laughs> なんというかそのね全否定してしまう。 経験だったのかっていうとそれはそれでね、うん、違うような気がするんですが。そうなんですよね。じゃあこれで実際に政権取ったらもう一回ねそのバランス取るねうん、うん、中央のどころに戻れるのかっていう話ですよね。だからそこに対する危惧があるから支持率落ちてるんじゃないかなと思うんですよね。えー、そしてその経済の面続いてこちらのニュースです。日銀物価見通しを1.1%に引き上げ金融緩和は維持。 日本銀行は昨日おとといと金融政策決定会合を開き2022年度の物価上昇率見通しをこれまでの0.9%から1.1%へと引き上げました資源価格の上昇などを背景に企業が値上げに踏み切る事例が増えてきたことを反映しております まあただ、あの2%の物価上昇目標までは時間がかかるということで、うん、これ、なんか一見、ね、物価が上がるお、リフレ政策的にいいじゃないかみたいなふうに見えなくはないんだけど、うん、この物価上昇の理由は、単なる資源の、はい、エネルギーの。 価格の上昇っていうただそれだけですよねまあガソリン代も上がってきてますたね、えー、エネルギーが上昇価格が上昇して物価が上がったんだったら、うん、結局企業側は何も儲からないので、はいえー、給料に回らないですよね、えーえー、で、えー、そうすると結局消費者 のえー、消費動向が、ね、上昇しないので結果的に景気上向きには全くならないっていう、まあ、70年代石油ショックの頃のスタグフ,フレーションと同じ状況になっちゃってるから、はい、まあ全く良く良ないと、うん、だから、ね、その物価を上げて給料を上げていくって方向に今はずっと。 政策として続いてるんだけど、はい、こんだけねなんか原油とかの価格が乱高下してるとうどうすればいいのかなって感じがするんですよね。この根源って何かって、まあ、コロナはもちろん一つ大きな、はいえー、要因としてあるんだけど一方でヨーロッパがねうん、うんはい ここ5年10年ぐらいずっと再生可能エネルギーにすごいシフトして例えばドイツなんてねこんだけ天然ガス値段上がってるのに、はい、原発3基、ねうんえー、廃炉しますみたいなことを発表したりとかして大丈夫なのかで去年、ね、ほら夏にイギリスで風力発電が全く稼働しなくて風吹かなくてですね<ー>異常気象で,、えーえー、でそれが天然ガスの価格を押し上げ でその天然ガスの価格を押し上げてもうちょっと天然ガス、ね、増やしてほしいって言ったんだけどロシアがそこでギュッと握ってですねここぞとばかりウクライナ問題でね、えーえー、制裁されてるさなかだからいやそんなに言うんならもう天然ガスやらねえよみたいなこと言い出してでますます天然ガスの価格が上昇しみたいなね。 で一方でコロナが終わりかけてるってんでオミクロンが出てくる前ですけど、はい、で原油価格がねボードカーンと下落したりとかしてうん、うん、でも一方でまたオミクロンがわんと増えてきたんでっていうんで、まあ、いろんな要素が絡み合ってですねものすごいエネルギーが不安定になってきてるって状況はあるんですよね。でこれねコロナが終わったとしてもその再生可能エネルギーの不安定さに、はい、欧州がシフトしていく。 いることとかそのロシアとの地政学的な問題とか、ね、考えると、うん、当面、この混乱は終わらないのかなって感じもするんですよね、でその中で、ねこのね、物価上昇によって賃金が上がることを期待するってことを一体、枠組みとして維持できるのかどうかってちょっと不安かなと僕は思ってるんですけど、ねうんまあ、本当そこの部分でねじゃ財政を出すみたいな話になった時に今度、物価との見合いになってきちゃうと。 ほら例えばこのままねエネルギーが上昇して2%いっちゃったら、その時どうするんだって話ですよね。そうですよね。<laughs> ね続いて教えてニュースキーワードです。トンガ支援。 今月15日に南太平洋トンガ付近で発生した大規模な火山の噴火による被害が徐々に明らかになる中日本やオーストラリアなど各国や国際機関などが支援の準備を進めていますその一方島国トンガでは新型コロナの厳しい水際対策を続けていることから支援に伴う感染拡大への懸念も指摘されていますそのあたりがあるんでなかなか人が行って支援が難しいんじゃないかという指摘します、ね ねなかったっていう話ですよねトンガねすごい親日国で有名で、うんうん、一番有名な話は多分そろばんじゃないかな<ー>トンガの国王が日本のそろばんに感銘を受けてそろばん教育をね、ええええ トンガですごいやってる、ね。あとカボチャですかね。カボチャ。トンガ産のカボチャってすごいたくさん日本に輸入されてる。そうだったんですね。だからスーパーで今どうなってるかあれでも結構保存期間長いんで。あカボチャね。今でもスーパー直るかも地震起きてもあ噴火起きても。なるほど。うん、じゃあ食べて支援と。食べて支援っていうね。まあでも本当に南太平洋ね。うん、特に最近ほら。 中国とかの進出がすごいので、はい、南太平洋一つ一つこうなんかちょっと攻めにいってる感じだからう、ねうね、こういうね新自国の南太平洋のね大事な国っていうのはやっぱり日本を含めてんみんなで守ってあげるっていうか。う 支援してあげるのすすごいい重要かなと思いますようんどうやってこう支援するのかっていうねまあでもまあ官邸派遣するなりなんなりっていう、ね、そうですね当面我々としてできるのはいきなり物とか送っても届か,ない届かないのでおそらく赤十字とかが、ねはい、あの支援金の募集を始めるはずなんでそれに対してお金をちゃんと出すっていうことをやるしかないのかなという感じです。ちなみに今回あれですよねあの、はい、どのぐらい 気気にに影響あのかっっててて僕結構ないピナツボ火山フィリピンのあれが1993年でしたっけ大噴火した時に米がね大凶作になって日本でそうでしたよね翌年でしたからそうそう大米輸入したりとかしてクソまずいとかみんな文句言ったりとかね今ったら失礼な話だと思いますけど大米に対してあの頃のことあ米に対するあんまりニーズが 昔ほどどなななくなっているのかもしれないんだけど<ー>ただ今回ね南,対あ南半球なので、えー、気流ってのは南と北で別々に回ってるからそんなに北半球に影響はないんじゃないかっていう説もあるんですよね。なるほどでも一方で南半球っていうと結構ね農産物を日本は輸入していてそうそう大きいところで言うとブラジルのトウモロコシ日本の,あの家畜の、はい、飼料用ということですか。飼料用 えー、トウモロコシは大半ブラジルから来てるからブラジルのトウモロコシが不作になるとる、うん、日本のね豚とか牛とかのああ餌がなくなくとかの餌が足りなくなる心配があったりとか結構ね影響今回大きいんじゃないかなっていう、ね、なるほどやっぱ思いつくよりもいろいろあるんですねそうなんですよねなんかこう南米チリだとワインとかねとか <laughs> そんなことばっかり考えちゃうんですけど <laughs> オーストラリアもやっぱりワインとかねとかかな 保存できるから昔のやつを飲ばいいけど新しいもの別に飲まなくていいんですけどねやっぱ作物はねもう今年のもの来年のものですからちょっとそこら辺が心配かなっていうのとあとなんかあのほら噴火のあのんだろう空振っていうんでしたっけカかんとね隣のフィジーでもすごい爆発音が出てニュージーランドでも爆発音が聞こえたっていうね。あれを見て平安時代かかなんに 神津島の噴火があの伊豆の京都で聞こえたみたいなね古<ー>文書っていうか昔の文章残ってそんなことありえないだろって言ってたんだけどやっぱそのぐらい聞こえちゃうんだよね,ねなるほど。だからこんだけほら地球温暖化でね CO 2抑制とか言ってんのにんなんか地球が一発起こるとこんなことが軽く起きるのかって恐ろしいなって火火山の噴火って思いますよ続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースをスをプアップ 現代病「集中できない」を知力に変えるにはおよそ2年ぶりとなる佐々木さんの新刊「現代病集中できない」を知力に変える読む力最新スキル 前えー、来週26日いよ,いよ発売となります、えー、書籍ネット SNS ソーシャルメディアあニュース有料メディアなど読み物があふれる中いかにスピーディーにそして集中してネット記事や SNS を使いこなすのか発売に先駆けて佐々木さんに読む力の最新スキルを伺ってままいりますこのあの書籍のね紹介のページなどを見るとこれ佐々木さん うん、ノウハウハ全部公開しちゃうってことじゃないですかいんですかよ、ね、よく聞かれるんですよどうやって情報を読んでもう毎朝ツイッターで記事10本ぐらい紹介してるんだけど、はい、あれどうやってやってるんですかで,す、ね、で、大体1,000本ぐらいの見出しをチェックして30本ぐらいから50本ぐらい記事読んでそこから紹介してるでそんな時間どこにあるんですかとかねその情報どうやって網羅してるんですかよく聞かれるんでじゃあそんなに言われるんなら、えー、全部書いてみるかと思って。 全全部部書書いいててままししたた <laughs> これを読めば僕と同じぐらいの情報力に必ずなれる。るで基本的にポイントは、ね、2つあって1つは、ね 1> はい、何のために情報収集するのかというのと、えー、その時間をどうやって有効活用するのかってその2点について書いてるんですよね。で前者に関して言うとねなんかねん多様な視点を獲得するのが一番大事だよって話。なんか一つの物事が例えばコロナってあったりじゃオミクロン株どうなのってなった時に。はい 一つの見方だけししててるとそれ信用いいいかかかどうか分かんないじゃない、はい、例えばあるお医者さんがこう言ってるって言っても、うん、え本当にそれが正しいのっていくつかの見方がやっぱりたくさん用意しなきゃいけないそのためにどうやって多様な視点を確保するのかってことを書いててで一番やっちゃいけないのはね新聞にいい書いてる人って新聞記者ってよくねほら新聞はね、はい、いろんな情報が目に入ってそれに比べるとネットは多コツボ化しちゃってね、ええええ、なんか自分のこう興味範囲が狭くなるからいけないとかってね と批判する人多いんだけど、もう、はい、新聞読んでる方がずっとたこつぼ化する,から、ね、するよねするよね確かに新聞っていうのは、はい、ジャンルは多様化ですよ一冊の一部の新聞を買えば、えー、国際面もあれば政治面もあり社会面もあり文化面もあり確かにそうなんだけど、うん、物の見方は全て一色うん例えば朝日新聞毎日分なんてもう完全反権力の見方しかしてないわけで、うんはい、だからこれ何を何を書いてても これは現政権を批判するために書いてるんじゃないかってバイアスが常にあるってことを考慮しなきゃいけないそうすると、ね、その朝日新聞、毎日新聞の見方だけを信用しているとうもうその見方に凝り固まってしまう,うでもちろん時に、ね、岸田政権は間違ってるっていう。 考え方も必要なんだけどでも一方でそれを記者生命を擁護してる見方もあれば、はい、あるいはまた別の見方もあるし3つかつぐらいの見方を同時に見るってことが多分大事なんですねだから新聞見てるだけだと、はいね、月4,000払って一<ー>冊の新聞を見てれば、ね、<ー>全て網羅できると思い込んでると気が付いたら新聞社の見方に支配されてるっていう,、ね、うことになってしまうけどそれだったらウェブのはい。 メディアの記事を、ね、横断的に見る方がいいよねって話なんですよ、ね、うん確かにこれ朝ね、えー、毎朝ざーっとこう新聞置いてあるんで読みますと、うん、本当こうなんか朝日毎日の国と読売産経の国で2つ国が日本にあるのかなっていう,ようなね,あのね正直言って10年20年ぐらい前まで、はい、まだ新聞が元気だった頃って、えー、割にね、えー、新聞って画一化されてるとか言われて、えー、どの新聞読んでも同じだよねみたいなこと言われてたんですよ。うんうん でところがね、うん、今になってみるとね全く今飯田さんがおっしゃったように別の国みたいになってしまてう同じ国のことを描いてるとは思えないってこれも明らかに新聞が売れなくなった結果、まあ、高齢にシフトしてるわけですよね、はい、で高齢者ってねもう言い方悪いんだけど極端な右の人と極端な左の人が。 非常に多いいバランスが悪いんですよでそうするとね、まあ、読売三期あたりは極端な右の人に割に寄ってしまい、はい、毎日朝日それから東京あたりは極端な左の人に寄ってしまいでそうするともう完全にね世界が鈍されてるっていうね。うでまあ、両方読めば、はい はい、あなるほど両方違う見方だと思うんだけども両方2種取るだけで8000円ですからね月そんなに金かけるのかっていうねうで有料メディアは、ね、僕有料メディア大事なんだけどこの本にも書きましたけど、はい、どうやって有料メディアを選ぶかって言ったら日本の無料のメディアにはない視点をちゃんと用意してるかどうかでもね海外のメディアの方が有料には値する例えば<ー>国際社会とかね外交とか安全保障に関して情報を得るんだったら、はい、最新野や何かのね記事読んでるよりも 僕はホリンアフェアアズっていう、ね、メリカの外交問題評議会っていう、ねはい、権にある団体が出してる「ホリンアフェアーズレポート」っていうねちょっと値段むちゃくちゃ高い差し替、えー、月2000円年間 24, 2万4000円なんだけど<ー>これ日本語版ちゃんと出てるんですよなるほど2万4000年間、ね、ちゃんと日本語訳が出てるん、ね、そうそうでこれアメリカの視点っていうバイアスあるんだけど一方でねこれほどね的確に今の国際社会を描いてる 雑誌はないなといつも思いながら感心して思うんですよねうで、そんなの読んだ方がいい絶対お金払うんだったら月2000円高いけど毎日新聞の半額ですよそれでも <laughs> いや確かに <laughs> あの本当、ね、有料でメディアというとこういろんなところ出てますけど、うん、海外の視点ってすごい大事だと思うし、うん、いや私、日系の人がこっそり殺し文句で言ってるのが、うん、いや日系の電子版を買うとね実はこの FT の記事が読み放題なんでここは<あ>でかいんですよと話をしていねこれはあの経済の視点でイギリスの視点なんで、うん、またこれで別のね角度のバイオスあるんだけど、うん、ただ、やっぱこれを読んでいって。 日本ののの経済史との違いいみたなこの本なんかにも書いてる僕は有料で読んだのは堀イズ以外はええへへ日経と、はい、ウォールス・ストリート・ジャーナルあ,ーあと講談社が出してるクーリエ・ジャポンっていうね海外のほらワシントン・ポストとかニューヨーク・タイムズとかのうん、うん、いろんな記事の面白い記事だけを抜き出して翻訳して出してくれてるって、はい、その辺ですよね。有料メディアはね相当絞ってやらないとお金無限にない人は。 まあそうですすよねねそうなってちゃいまもんでこの「何のために」の部分は分かったんですか時間の方っていうのがね時間はねこれね集中力みんなないじゃないですかよくねほらウェブとか見ると集中力アップするにはとかねこんなサプリ飲むけどサプリで集中力あんたら苦労しないよねっていうで僕がやってるのはこの本に事細かに書いてるんでかいつまんで言うともうあの短い時間しかやらない今実際に家でやってるのははい タイマー設定してるもうう時間決めちゃんですか15分のタイマー設定してて15分原稿を書くじゃないですかで15分経つとねスマホがピピピって言うんですよそしたらすぐやめて別の作業を始めるあそうなので15分は分に1時間に4つの作業をやって例えば記事をチェックするのと原稿を書くのと請求書の処理みたいな3つの仕事があったらそれを交互に15分ずつやるんですあそうでれをね。 それで5時間からい経つわけじゃないですか6回繰り返したら15分でもうかける6なのでああなるほど、ね、もう90分間になってる90分分の仕事はちゃんとできてるっていうねうでも細切れにして集中力が途切れる頃に別の作業に強制的に変えてしまう<ー>で強制的に変えるとあもうちょっとやりたかったのにっていう、ね、そうそうそう典型的な反応としてはこれ<あ>乗ってくる頃にやめちゃうんじゃないって思うでも ほらそれを超えると飽きちゃうんでですよ飽きて20分30分やってるとああもうちょっと飽きてきたと思ってスマホでこうツイッター見たりとかしちゃうわけでしょそこまで行っちゃうとダメなのでもう少しやりたいと思ってる時にやめるとああちょっともう少しやるとか発想がまだあったのにとかってアイデアが出てたのにとか思い出しながらやってる他の作業をしてると次にもう一回戻ってきた時に勢いがつく。 少しそういう、ね、上ががあるる方がいいんですよなやなんか同時並行でやるってねこうまあ得意不得意もちろんあるかもしれないですけど、うん、そっかその方が集中力がう,そうだって今だってね YouTube だとほら3分5分が中心で50分の NHK スペシャル YouTube で見れないですよ<ー>途中で飽きちゃってね。で映画だってもう2時間つらいのって言ってる人多いだからそんだけね、はい、集中力続かなくなってるんだからだったらもうそれに合わせて一層ね仕事もね<ー> YouTube タイムで。 はい、やっっちゃゃた方がいいんじゃないいのっていうなるほど <laughs> あの体を合わせるんじゃなくてむしろ仕事の方を合わせていくそれでも何とかなるっていうか僕ずっと実際ここ数年ずっとそのやり方やってて<ー>でもちゃんとね大量に原稿を書いて発信してますからね、はい、大丈夫なんですよそのノウハウがねへえへ全て書いてあります、ね、はい <laughs> えー、現代病「集中できない」を知力に変える、えー、読む力最新スキル大全1月28日、えー、に発売ということであります <laughs> 東洋経済新聞社からとういうことですのでぜひご覧頂ければと思います、えー。今日のスクープアップ佐々木さんの新刊から、えー、集中力を維持するそしてどうやって情報を得るかというあたりをお話しいただきました。 この電車は山手線外回り品川渋谷方面行きです。次は有楽町、有楽町、お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。The next station is 有楽町 JY30.The doors on the left side will open.Prechange here for The, subway line and the subway line. 本日も特別列車、有楽町感道線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございいまますす長を担当いたします日放送の飯田浩でございます。 このプログラムは有楽町発朝6時からの生放送到着予定時間は8時を予定しておりますお客様にご案内いたします赤坂六本木浜松町半蔵門には停車いたしません、えー、繰り返しますが有楽町の日 日本放送でございますどうぞお間違いのないようにご注意ください特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっておりますご注意くださいませそれでは社内のご案内を申し上げますはい同じく担当いたします日本放送の新業一花ですお弁当お茶コーヒーはいかがでしょうか最初にこの期間番組にご乗車いただいたお客様には 抽選で千葉県の特産品情熱カレーが毎日プレゼントとなります皆さんにチャンスがありますのでふるってご参加くださいそしてこの期間は社内にスペシャルなゲストの方をお招きします自由民主党の高市さなえ政調会長ですとっておきのお話をぜひお土産にどうぞさらに連日登場のコメンテーターの皆さんは 月曜日、須田真一郎さん、火曜日、峯村健司さん、水曜日、高橋陽一さん、木曜日、青山重春さん、そして金曜日は三宅邦彦さん、外交、経済、オミクロン対策、各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします。改めまして、ご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。 ただいま、2か月に一度のラジオの特別警戒を実施中でございます特に1都3県にお住まいで周りの皆様に何か不審と言いますか、何と言いますか、アンケート的なものが届いていらっしゃるようであれば、細かくは申し上げませんが、一つご配慮のほどよろししくお願いいたします平日月曜から金曜の朝6時から8時の2時間。 日本放送の飯田康二の OK! 康二アップとお書き添えくださいご乗車の皆様の何卒ご協力を一つよろしくお願い申し上げます特別列車有楽町関東線康二号まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたしますそれでは出発進行ドア閉まりますご注意ください